1> 声、一つ目。2022年投稿。スシローの衛生管理は食品工場並みに厳しい。ただ、スシローのような100円寿司屋は本当に忙しいし、客層も値段相応で明らかに悪い。労力は間違いなく時給に見合っていない。あと、キングボンビー寿司300円、ネタ6つは作る側からすると本当にしんどい。一気に4つ注文が来た時は発狂しそうになった。お疲れ様です。社畜ジャパンです。今日は、スシローで働く20名の声をお届けします。声、二つ目。 まず、スシローの年収関係を見ていきましょう。会社ホームページによると、店長の平均年収は688万円とのことでした。また、マイナビ転職によると、全体の平均年収は605万円、店長の平均年収は719万円で、飲食業全体の平均年収269万円よりも多くもらっているとのことでした。声、三つ目。2021年投稿。 スシローは1店舗に社員2人のアルバイト90名。店員さんを見てもらえばわかる通り、大学生からシニア世代まで年齢層は幅広く、一番上は86歳と聞く。ただ今のところ業績は好調だが、フェアをしすぎだと思う。平日の開店直後に満員になるし、それならお客様が増える分、きちんと人を雇ってほしい。振動が半端ないです。声4つ目。2022年投稿。 スシローで店員がトイレに行く場合、用を足した後、監視カメラと上司の目の前であほほど手洗いをする。店長は長く残業しているようだが、平社員の私は毎月20時間程度の残業で収まっている。とはいえ、飲食業界の繁忙期であるゴールデンウィークや年末年始は10から12連勤もある。また無線でガミガミ叱られることもあるので、もう少しボリュームを落としてほしい。声、5つ目。2022年投稿。素手で手洗いをして、手袋の上からまた手洗いをする。そこら辺の飲食よりかは確実に厳しい。 あと、キッチン内すべての残業を任されると、結局帰りは25時とかですかね。声、6つ目。2022年投稿。スシローで一番うまいのはポテト。2週間で飛ぶバイトくん。殺意しかわかないけど、新人なら気持ちはわかる。キッチンでバカみたいに忙しい時にせかされるもんだから、指を切ったり、滑りやすい床だから転んで怪我をしたり。 休憩時間も勤務時間8時間と決まっているなら1時間はしっかり取れるはずなのにきちんと取らせてもらえないからその気持ちはよくわかるただ辞めるなら辞めるときちんと言ってほしい声7つ目2022年投稿アルバイトはみんながブラックブラックと言うけれども言うほどブラックではない私は社員ですが今日もほんの勤務時間が2時間を超えて深夜2時に帰っただけ 回転寿司はキッチンとホールの仕事に分担されるが、キッチンの方が圧倒的に仕事量が多い。適性がある社員は関西弁でめちゃくちゃ上司から縛かれるけど、それに耐えられる人。関東人は関西弁に耐えられずに辞めていく。声8個目2022年投稿 茶碗蒸しは蒸し器に20個くらい蒸してあるから提供スピードは驚異的に速い。スシローは店舗に配置されている正社員が少なすぎる。また学生アルバイトの扱いが非常に面倒。テストや卒業シーズンになると一気に人手が足らなくなってしまう。この業務量の店長であれば月50万円はもらえないと割に合わない。声9個目。 2022年投稿。店長になれば飲食業界の中でも高い給与をもらえると思う。その分ワークライフバランスの調整は難しいと思います。朝8時勤務、夜26時退社も全然あり得る。全国転勤も多く、いかにこの会社に魂を捧げられるかが大事です。声、10個目。2022年投稿。お寿司が好きなので入社。 働き方に関しては店舗によるとしか言いようがない。店長の考え方、アルバイトがいるかどうか、近隣の治安。店舗がチゃ次第だと思うが、共通していることはトイレ掃除やお手洗いの後、3回手洗いをするところ。特に3回目は上司に監視されながらするので、本当に嫌。次の内容に移る前に、この動画の作成手続きについて話します。この動画はオープンワークの内容と重複していないか、オープンワークを確認しています。表現などが被っていたら使用していません。チェック終了後に動画を公開しています。 声11個目2021年投稿スシローのウニを美味しく食べるコツは存在するコストコのパックに入っているウニを食べるとスシローが期間限定でやっているウニが鳴くほどうまく感じるスシローの厨房で働く場合制服の対応はありますただズボンポリエステル100%の靴はお店が指定しているところから4000円から5000円自分から出して買わないといけない声12個目 2022年投稿。独身料が2万円程度で利用できるので、可処分所得は多い。働き方としては、まず完全週休2日制ではなく、週休2日制。また、月間変形、労働時間制を導入しているため、同じ月の中でも4時間の日があれば、12時間の日もある。人員が充実している店舗では、シフトの休みもある程度融通が効くようになるので、店舗運次第。声、13個目。2021年投稿。スシローに来たことがない人は、ぜひ来てみてほしい。 ネタの多さに驚くと思う。スシローがきつい理由はシンプル。人が辞めちゃうからですよ。都内だったので辞めても、新しい人がどんどん入ってきますが、またすぐに辞めます。その繰り返しだから仕事のできない人ばかりの現場になるんですよね。声、14個目。2021年投稿。ブリとタイは一番原価率が高く、手間が半端ではない。ブリは旨味を出すために一日寝かせてやる。いい点は半年に一度、5連休を取るように連絡が来ること。 また、休みの融通は意外に通るので、土日の子供のイベントにも参加しやすいのはありがたい。声、15個目。2022年投稿。おすすめは茶碗蒸し。あれは一生うまい。スシローで一番きついのは、やはり迷惑なお客様、バカ、だと思います。システムを知らずに自分勝手に皿を取り、こちらが注意すると逆切れ。スタッフ同士の人間関係は良かったのですが、単価が安い分、変なお客様も多かったです。声、16個目。2019年投稿。キッチンはきつい。 キッチン内に椅子はなく立ち仕事です。その場にずっと立つわけではないですが、座ることはないです。また、握り、軍艦、デザート、出し場、フライヤー、洗浄、ポジションだけでも多岐にわたります。ピーク中に作成する商品も多く、作業量に圧倒されて疲れてしまうかもしれません。初日でいなくなるバイトの気持ちもわかります。声、17個目。 2022年投稿。勤務するまで3回以上手洗いをした上で手袋をつけて握っているからみんな安心して食べてほしい。私は3年前に寿司用でバイトをしていました。とにかく寿司が回転しているからお茶出しやレジ程度と思っていたらスタッフが全然いません。3日目でレジ、片付け、セッティング、食器洗いなど一人で何役もする羽目になり、遅いと言われ、容量だよ、などと罵られ辛かったです。接客も端から端までなんでこんなにスタッフがいないのというくらい少なかったです。声、18個目。 話題の動画を見ての反応。2023年会社の対応。1、街頭店舗のすべての色み醤油ボトルを洗浄する。2、同店舗と近隣の店舗では食器、調味料の提供方式を変更。3、店内に食器や調味料を設置し、客自身がテーブルに運ぶ形にする。4、テーブルとレーンの間にアクリル板も設置。5、迷惑行為をした親子の謝罪を拒否、刑事、民事、両面で訴訟を行う。とのことでした。声、19個目、話題の動画を見ての反応。 2023年投稿スシローの従業員ですがこんなことは本当にやめてもらいたいです。店が潰れます。生活ができなくなってしまいます。今日もかなりお店暇でした。やった高校生の両親の顔もさらけ出してほしいです。スシローで一生懸命に働いている高校生もたくさんいているのにとても残念な思いです。声20個目これで最後です。2023年投稿動画のことはみんな知っている。 お客さんはガラッと減ったしシフト残業を減らされて死活問題昨日はアクリル設置をみんなで頑張った動画を上げた人を訴えたい一つの動画が全てを壊す以上がスシローで働く20名の声でした皆さんどう思われましたか是非コメントで感想を教えてください はい。本日の動画いかがでしたでしょうか今後も皆さんにお役に立てる動画を配信してまいりますので、ぜひぜひこちらをクリックしていただいてチャンネル登録をお願いいたします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。では、さようなら